マテリアルズ愛。数十年間じっと待ち続ける研究が行われています。ここがその部屋なんです。同じ装置がずらりと並ぶ特別な部屋。横幅15メートル、奥行き50メートルの部屋に380台の装置が並びます。世界的にもまず見ることのできない NIMS の代表的な試験室です。クリープ試験といって、高い温度の時金属が長い年月の間にどう劣化していくか調べています。金属は火力発電所の配管のように長時間高温で力がかかると徐々に傷んできます。そこで NIMS では配管に使われる素材を長時間高温にさらし、一定の力で引っ張り続けるクリープ試験を行っています。試験機は試験したい金属を高温にさらすヒーターと引っ張るための重りでできています。試験する素材にはネジ山をつけ、クリープ試験機にセットします。試験する金属には温度計や伸びを測るゲージを取り付けます。これをそのまま電気炉の中に挿入し、一定の温度で加熱し続けることになります。試験する金属には一定の重りをぶら下げて引っ張り続けます。試験を行っている間、許される温度差はプラスマイナス 1.5 度。毎日慎重な監視を怠りません。この状態で10万時間以上、長いものでは40年以上も引っ張り続けるわけです。実は NIMS がこうして長時間破断までの様子を観察し続けたことで、発電所の安全基準が見直されました。パイプに使われていた金属は当初信じられていたより早めに交換する必要があることが分かったのです。世界中の施設の安全を守る仕事にも NIMS は地道に取り組んでいます。